えーちゃん、いたー。4パラシュート見えた。はい、こっちがおらず、右もいないわ。4パラいる？4パラいたけど、あの分かれてる系だと思う。あ、なるほど。なんか2パーティーしかいなさそう。おっ、えげつない。いや、えげつないと思ったけど、胴体だったわ。何やねん。ただの死にかけだったわ。終わったのか。終わったの。やった。うん、マジ？どこだ、これ。あ、まだいんのか。あそこね。ねえ。後で当ててる。二人見えた。えい。お、そこいいのかな。当たってる。足跡？俺のところ。いるな、下これ。とりあえずこっち行くよ、俺。オッケー。おお。終わった。一人こっち終わったけど、そこいるんでしょ？足跡してる。あ、いた。どこ？下降りてきた。どんだけ熱いぞ、俺。やった。やってくれた。相方だな。そうだよね。あ、車。来たか。来た。え？どうした？えげついな。あと一発だと。オッケー。行くのそのまま。通さんよ、それは。通さん。あ、通った。そこの木裏止まってるよ。気をつけて。それ誰？一人やった。ナイス。取られた？違うか。取られたわ。違うやつだわ、あれ。あ、そうなんだ。おう、で、違うやつ、また違うやつだ。近寄るか。オッケー、そっちやるとまずいね。あ、後ろの車だわ。いや、ここの木裏やろう。オッケー。やって、ここやった。で、あの、いや、とりあえず120先だと思う。オッケー。多分さっきの S さんがやったとこの近くに相方がいるから。オッケー。どこだ？で、裏からも車でしょ？車どうした？やば。なんなのこれ。あ、いた。どっ、あの、普通にあの、上。オッケー。上って、ここね。サッカー場。それを見た。いや、でもこっち、いる、やっぱいるよね。やったサッカーから撃たれるよ、サッカーから。オッケー。気をつけて。で、1階にいる1人。オッケー。でかく展開するね。オッケー。あ、見えてる。俺見えてる。2人だね。なんかさっきからね、ごめん、 iPhone がバグ、 iPad バグってるわ。一人やった。ナイスです。とりあえずあの綾波が残ってて、綾波も削ってる。オッケー。寄っていいと思う。オッケー。気をつけて、あの、はい、中央にいるから。下まで行こう、とりあえず。あ、抜けた多分ね。オッケー。あ、いる、はい、あ、いる。あ、頼んだ。やった、オーケー。おい、抜けたかと思うじゃん、このエフェクト。あ、そういうことね、なんか近づくと出るんでしょ。そうよう勝ったな、これ。あぶねー。昨日さ、はいはい、キャンプ行ってたんだよ、また。あー。で、その夜にさ、薪がなくなって、うん、2キロ歩いたらコンビニがあって、そこに薪が売ってるって情報を得て、はいはい、買いに行ったんだ、はい、めっちゃ真っ暗の中、うん、で、帰ってくる時に道路の真ん中になんか人型の何か見えて、うん、俺マジであの変質者か、はい、あの野犬かと思ったら、結局さ、うん、あの鹿だったんだ。鹿がめっちゃ多いらしくて。怖っ。いや、すげえ怖くて、一瞬頭パニックになって、うん、鹿だってなった瞬間に鹿だってあのかけてって、あの森に消えてたんだけど、うん、お茶さん人生でその道端で動物に会って死ぬと思った経験ある？俺あるんだよ、別でね。これが痛いだけで。俺はいや、ないっすね。聞いてくれる？じゃあ、はい、あの中学生の頃です、うん、僕のその中学校の近くでは野犬が出るって噂があったんだ。へえ。野犬が出るから気をつけろみたいな、うん、はいはいはい。で、その僕一人で歩いてたんですよ、はいはい、夜の道、あの怖いなと思いながら、はい、で、ふとその前を見ると、はい、またあの変なシルエットが見えるんですよ。はいはい。で、あのちょっと怖いなって、そう、想像してほしいんだけど、はい、ゾルディック家のワンちゃん分かりますか？あいつね、うん、マジであれの格好してて、片足上げてズオっていう。でかかった異常にでかかった。持ってんじゃん。いや、持ってないんだよ。
さすがにゾルディック機は持ってるでしょ。いやまあ持ってるけどいやマジででかくて、あの片足だけ上げてる状態ね、うん、あのもうつま先で向こう、はいはい、あの1分お互いその格好で、へえ、あの結局あのなんか背中向けたらいけないっていうじゃん、あやつらには。なんか聞くよね。そうで結局俺ずっと見てたら向こう歩き出して消えてたんだけど、うん、歩き方がすげえ跳ねててさ、わかる、なんかもうあの童話みたいな歩き方、はいはい、へえ。本気で死ぬと思ったんだよ俺その時。この時期のキャンプ寒そうっすね。あのくっそ寒かったし、うん、今回寝袋、まあ、前回寝袋忘れて死にかけたんだけど、うん、今回持ってたけど結局死にかけたバック寒いこれまだあのどっか前の動画なんかで言った一緒にキャンプ行く計画忘れてないからね。おお。なんか神奈川の方に普通に河原でね、うん、キャンプできるんだよ、うん、へー、興味ないっしょ。興味ない話を聞かせるってのが俺の今年。冬はやめへんこの間スノボの誘うことあったばっかだもん。寒いから寒い。俺もう無理なんですよ、白骨みたいなもんで生きてるって俺以下だもんな防寒。いや多分やばい。でも寒さにめちゃめちゃ弱いんですよね、この体を自してると。いやまあわかるよ、俺も同じの系統だから。俺スノボ結構好きで行ってたんよ昔はね。福岡な頃というか、福岡っつっても50キロちょっとぐらいのさ、夢の体重だね。そう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 、の時はコンディション良かったんで行ってたんですけど体のな、ちょっと今年どこにいても寒いんだよな。そう、もうしょっちゅう寒いって言ってるもんな。うん、一回俺だって耐久キャンプ合戦お茶さんでやりたいなと思ってあの普通のキャンプって1日いたら帰んなきゃいけないんだはいはい。その河原の河原って好きなだけ行っていいんだ。へえ。どっちが折れるかバトルロワイヤルバトルロワイヤルキャンプしたいんだよ。いいっすよ全然。いいよ。いやいや、あの死ぬまででしょどっちかが全然やる。ギブアップなし。いやなしでしょ。ギブアップなし。死ぬまでやろうじゃないの。 OK ってやつ。そうそう。マジかよ。痛い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 。255、車近い。あ、車ね。 OK 止まった。 あれ、じゃああのね、あの車多分俺らがね壊した壊れてたの車乗ってたじゃん。うん、それ乗ってるわ。あ、嘘。あれか。あれあれあれ、ノーマルだね。あれかわいそうだね。ガス切れた？あ、当たってる。まあ、乗ってるわ。乗ってんだ？うん。なんだあれ？諦めてない？いや、わかんない。なんで乗りっぱなしなんだろう。わかんない。完全に諦めムードじゃん。おそらくここの起伏裏でぐらいで。そうだね。痛い痛い痛い。乗ってる？あれ、まだ乗ってない。え、乗ってんだあれ。気のせい。どう？乗ってる。何してんだ？え、当たんないんだけど。あ、消えた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 。消えた？あ、動くんだ。いやいや絶対ションベンかなんか言ってたやん。もうあれどうせここまで来ないだろうって気が感じたわあいつからいる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 ね。あれか、一人気絶してるね。ここでどこ？めっちゃ奥。あ、そっち。うん、一人気絶してる。へえ。あれか、すごく投げた。見えた見えた。ここ危ねえかな。痛い痛い。オッケー。痛いてんな。うん、木裏だね。そこの木裏わかる？こっから見えないな。うわあ、ごめん、左行ったんかい。オッケーオッケーオッケー。やらかしたー。回して回して。来てる来てる、あれか。任しとけ。頼む。やりえ。当たってる当たってる。いいよ。あれ、あれ気絶してないやつ。気絶してないよ。でも気絶してなかったよ。多分違うとこ見てたっぽい。ここだよね。そこともう一人右にね、同じマントのやつが二人いんだよ。同じ衣装。まだいんの？いる。あ、いた。あっ！ぶねえ。大丈夫。ここはね、ゆっくり行くわ。あそこでもエリア入ってないでしょ。多分。ただね。来ると思うんだよね。投げ物が怖いね。ナイス。取り切りたい取り切りたい。多分ね、来ると思うんだよね、僕のやつが。オッケー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 。そこ打ちたいね。こっちだろ、ちょっと。あ、いたいた。投げ物がないんすよ。今、いろいろ行ったから。オッケー。あ、なんか、ほらやつだ。あ、でも、あれ打たれそうだね。無視よ。あ、行った。ナイス。で、あれ。あ、あそこか。2対1か。
どういうこと？あれ味方か？味方か？味方か？いいよ。いいよ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 。エリア強っ。あ、入り、あいつは入ってないわ。あるよあるよマジで。車待て車待て。オッケー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 で車来る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 来いよ。お前寄っていいんじゃない？寄るよ。気づいてるでしょ。頼め。多分そこの左だと思う。左辺の岩ぐらいじゃない？車ない？その崖下あるであるで。その裏。え、これこれ。ちょ、そうそう。どこどこ。いやその裏だと思う。車の。裏裏裏裏。痛いなー。恥ずかしい負け方した。しゃあないな。バックバックしちゃった。リボンより強すぎやろ。リボンより強すぎやろ。